クロード・フロリモンド・メルシーは、神聖ローマ帝国の元帥。1734年のサンピエトロの戦いで、戦死した。ロレーヌ公国のロンウィで生まれ、1682年に、志願兵として神聖ローマ帝国軍に従軍した。翌年の第二次ウィーン包囲での功績により、将校の役職を得る。その後の7年間でハンガリーを転戦、騎兵隊員に昇進した。 この時に得た傷で視力に影響を受けた。その後、1697年までの5年間を大同盟戦争のイタリア戦役に費やしたが、プリンツオイゲンによりハンガリーに呼び戻され、全他の戦いの功績で2段階昇進した。ドメルシーはスペイン継承戦争初期のイタリア戦役で自身の大胆さを示した。彼は近接戦で2度捕虜にされ、 1702年1月31日のクレモナの奇襲でも活躍し、神聖ローマ皇帝レオポルト一世からの感謝を受け取った上で新しく徴収された強行奇兵連隊長に任命された。フリートリンゲンの戦いと1703年のライン川戦役にも参加、大胆な指揮官として奇襲を成功させたことが両軍によく知られるようになった。 これにより1704年初に、バイエルン戦抵抗、マクシミリアン2世、エマヌエルの領地への略奪が命じられ、直後に少々に昇進した。1704年7月2日のシェレンベルクの戦いにも、参加した。以降もスペイン継承戦争全体を通して、活躍、オード戦争のペーターバルダインの戦いにも勝利して、テメシュワールのバナと知事に任命された。 1717 17年のベオグラード包囲戦では、左翼騎兵の2列目を率いて、オスマン帝国軍に突撃、オスマン軍を残豪に押し返した。講和の後、ドメルシーは、バナトの統治を再開した。150年以上のオスマン統治を経た、バナトには、有能な統治者が必要だったが、ドメルシーは統治する時間もなく、戦場に呼び戻され、今度は、 四国同盟戦争の南イタリア戦役に参加した。彼は1719年6月20日のフランカビッターの戦いに参加、メッシーナを占領、パレルモを包囲した。その後はバナトの統治を再開、バナトを文明的で繁栄した社会に再建した。1734年に元帥に昇進、同年春にアイルランド出身の少将フランシス・パトリック・オニーランと共に、 マントバで5万人を徴収。1733年にフランススペイン連合軍に占領されたオーストリア領の奪回を目指した。1734年6月29日、ド・メルシーはサンピエトロの戦いで自軍を率いている最中に戦死した。子供はなく、伯爵位はメルシーイコールアルジャン島家のアルジャン島伯爵が継承した。2009年8月3日、 ロメルシーの胸像がティミショアラ中央公園で公開された。ありがとうございます。